ベルナルトでベンタドルンは中世プロバンスを代表するトルバドゥール。トルバドゥールの行くでサンシルクユーシーでセイントサークによるとベンタドルンはバンタドゥール城のパン職人の息子だったというが年少のピエレ・ダルベルニエ・ペーレ・ディー・アルベルナによる風刺詩によると父親は従者か兵士またはパン職人のいずれかで母親も腰元かパン職人のいずれかだったという。 ベンタドルン本人の初期の詩、ロトンバイ、イーベン、イービレによると、保護者のベンタドルン子爵エブル三世から歌唱法と読み書きを学んだらしい。最初のいくつかの詩歌は、被護者の奥型マルグリートド・ティレンヌのために作られた。ベンタドルンは、マルグリートと恋に落ちたために、バンタドゥル上を去ることを余儀なくされ、モンリュソン・マントレシンやトゥールーズに旅し、ついには、 アリエノールダキテーヌに従って、イングランドに渡り、プランタジネット町の宮廷に仕えた。以上は、ベンタドルン自身の死によって明らかにされている。その後、トゥールーズに戻り、その地で、トゥールーズハクレーモン五世に仕える。さらにその後ドルドーニュに行き、修道院に入った。その地で亡くなったらしい。 愛の主題を拡張ある名調な言葉で歌い上げ、トルバドール詩人中のラシーヌと称されている。以下に彼の感想の一部を紹介する。何の不思議があろう歌にかけてはこの私がどんな歌うたいにも勝ることに愛する人に、いいやさらに心惹かれいよいよその意に従順になりゆくからには。身も魂も地も情も力も能も、かの人に捧げ尽くして私は、 手綱で愛する人の方へ惹かれて生きたの方へ行き着くことは決してない。誠に死者であろう甘い愛の味をいささかも心に感じぬ者たちは、愛なき生に何の価値があろう人を無料に苦しめることの他に、髪を私をそれほどに憎まないでください愛の欲望の消え果てて、このような無料に苦しむののちもなおついたち、あるいは一月、生きありなばならぬほどには、 まことに心よりいつありなくこよなく美しいかの人を、私は愛す。心でと息し、目に、涙するのも、書くまでにかの人を愛しかの人ゆえに悩むため。だが私に、何が出来を愛する人に捉えられ、投げ込まれた、この牢獄を開くのは、鍵ならぬただかの人の慈悲のみならばかの人の、決して見せぬ慈悲のみならば。この愛は甘美な味で、私の心をかくまでに楽しませる。 されば私は日に百度も悲しみしに日に百度も喜びに、よみがえる。この美しい顔こそが私の不幸されば私の不幸は、どんな幸福よりも尊く私の不幸が、それほどに良きものならば、悩みの後の幸福はいかばかり良きものであろう。神よ、偽りの恋人たちから、誠の恋を知る者を見分けられ嘘つきや、詐欺師には額に角を生やしてください。 この世の金と人のすべてをかの人にあげてしまいたいもし、それが私のものでいかに私がひたすらに愛しているかを、恋人が知ってさえくれるならば。かの人をうち見るときは、風に逆らう、この葉のように恐れのために打ち震えれば、私の恋は目に顔に色に現れ私は愛に、捕らえられて、子供のように分別をなくす。かくまでに征服されてしまった男に恋人よ、大いなる慈悲をかけてください。 美しい恋人よ私の望みは、ただただあなたのそ母、べとなり美しい主君のあなたに自することですよし、報酬が幾ばくのものであろうともご覧くださいあなたの御意のままに、従う私を邪心なくつつましく聞きとして、礼を尽くす、この私を。あなたは、熊でも死してもないだからたとえ私を征服しても、殺しはしない。かの人の住む、我がコルテスにこの歌を贈る。 返し歌の遅れしことにかの人の怒らざらんことを。感想、ベルナルト・ベンタドルンは、12世紀の世俗歌曲の作曲家の中でも現存する作品数において得意である。45点の詩のうち18点が無傷のまま旋律が伝えられている。これは、トルバドゥールの歌曲としては珍しいことである。アルビ十字軍が南仏の地を蹂躙して、トルバドゥールを追い散らし、 多くの資料を破壊したからである。これに比べると、北フランスのトルベール歌曲は、伝承率がぐんと上がる。しばしばベンタドルンは、トルベールの伝統が、北仏において発展する上で最も重要な影響力を持っていたとみなされている。ベンタドルンは北、フランスでも有名であり、その戦律は広くる不死、初期のトルベールの作曲家によって模倣されたからである。ありがとうございます。